3年半前に独立した時にもう何もなかったんですけど、唯一あったのは人とのつながり、ファンとのつながりなんですね。でノーマンに関してもデルトロ監督にしてもマッツ・ミケルセンにしても、ニクラス・フェニング・レフにしても、その僕が持ってたつながりを、作品に投入することで、そのつながるっていうテーマがより、引き立てるのかなということで、音楽もそうですしゲリラのエンジンもそうですけど、開発も人とのつながりを重視してものづくりをしているっていう、そこも、合わせてテーマにかけてるっていうところですか。30数年前から僕ゲーム作ってますけど、棒で敵を、敵対するものを遠ざけるっていうゲームが多いんですけども、デスストランディングはそうじゃなくて縄で、必要なあの好きな人たち同士をつなぎ止めるっていう、そういう意味でのつながるっていうゲームのコンセプトですね。で、ストーリーに関してはだいたいですね、オープニングとエンディングはもう最初の時点であります。ゲームのプレイも含めてストーリー、まあそういう絵が出てくるので、そこをまず最初と終わりがあって、だいたい真ん中ぐらいもあるんですけど、ここをどう埋めていくかっていうのをストーリーテリングとゲームデザインで、ここはすごく左の脳を使いながら、計算しながら作っていくっていうパターンが多いですね。For the players.